岡山林港鉄道。岡山林港鉄道は、かつて、岡山県岡山市の大本駅と岡山港駅を結んでいた鉄道路線。1951年、昭和26年8月1日に鉄道運輸事業を開始し、1984年、昭和59年12月30日に廃止された。同社を前身とする株式会社岡山林港の資料によれば、 設立以来の法人称号は、岡山林港鉄道株式会社であった。太平洋戦争を末期、国有地であった関宅前の旧堤防を活用して、宇野線と江南地区の軍事工場を結ぶ、鉄道線が着工された。本来は、専用鉄道規定に基づく専用鉄道、延長3キロ以上の専用線であるもの、干長手続きが簡便な側線とみなすことで着工を、 迅速化する戦時特例の特殊専用側線制度が利用された。工事は抽選で中断し一時放置されたが、港南地区にあった汽車製造岡山製作所の資材、製車両搬出用として工事を再開し、1947年昭和22年に開通。国鉄広島鉄道局岡山管理部が運行管理を所管し、岡山駅から 国鉄の客車列車が1日1往復した。1950年、昭和25年、岡山製作所を閉鎖し、専用線の運行を取りやめることになった。汽車製造は、同年11月17日に、同線の地方鉄道免許を取得。翌1951年、昭和26年4月1日、汽車製造などの沿線企業と岡山県、岡山市を株主とする。 岡山林港鉄道株式会社が設立され、同年8月1日から運行を始めた。開業当初は、機械式ディーゼル機関車1両、タンク式蒸気機関車1両、国鉄払い下げ機動車、旧中国鉄道買収車2両、貨車2両の合わせて6両が在籍。開業翌年の1952年度には、工場通勤車を中心に、年間65万4000人が利用した。 さらに高度成長期には、沿線が急激に都市化したことで、開業時と逆に沿線から、岡山市街地に向かう通勤通学客の足となった。自転車利用の多い土地柄を反映し、岡山市中心部の南端にあたる大本駅から、自転車で市街地の勤務先や学校に向かう需要が多かったため、車内への自転車持ち込みを認めて、自転車券を発した。1968年度には、 貨物輸送実績が最高の年間29万2000トンに達したものの旅客輸送実績は沿線のバス路線拡充の煽りを受けて40万人を割り込んだその後も旅客輸送の落ち込みに歯止めがかからなかったため1973年昭和48年には旅客列車を朝晩のみの1日夜往復に大削減し 港南元町岡山交換の旅客列車運行も廃止した。岡山香薫泉高校の開校、百七十四年を受けて九百七十五年、昭和五十年十2往復まで一時増やしたものの、九百七十八年、昭和五十三年に再び削減。さらに九百七十年代後半から貨物輸送実績も年間数万トン程度にまで減少したことから、 会社は倉庫業、石油製品販売業、不動産業などの他業種に進出して経営を高く化し、1979年度には年間売上高に占める鉄道事業の割合は36%にまで縮小した。1983年、昭和58年、岡山市が策定した岡山市交通基本計画の原案に、 岡山電気軌道の路面電車との相互乗り入れ案が挙げられ、鉄道事業の存続を図る動きもあったが、非現実的として本計画への盛り込みは見送られた。また会社側は国鉄に対し、宇野線、岡山大本間の乗り入れ運転を求めていたが、実現しなかった。貨物ヤード方式を廃止し、全国の貨物取扱益を半減した1984年。 昭和59年2月1日の国鉄ダイヤ改正の影響で鉄道の存続が困難になり、同年12月29日を最後に列車運行を休止、翌12月30日付で廃止された。開業から廃止までの34年間の累計輸送実績は貨物564万トン、旅客1262万人だった。全駅岡山県岡山市に所在。 大本駅から直線で約3トル南下し、港南伊豆田港南福田間で半径4 0 0ルの左曲線を介して南東に向かう路線である。港南伊豆田付近から南部の路線は明治時代から昭和時代にかけて行われた小島湾被事業で国有地のまま内陸に残された旧堤防跡地を利用して付設された。 旅客列車の岡山駅乗り入れへの動きは、瀬戸大橋建設にあたり、岡山県南部の交通体系を見直す動きが、盛んとなった1975年から見え始めた。乗り入れ計画の概略は、岡山林港鉄道の起動車を、全便、岡山駅に、型乗り入れし、乗務員は、大本駅で交代せずに引き続き、岡山駅に乗り入れるとした。 乗り入れに必要となる車両は国鉄から中古車を6両譲り受け全般検査も国鉄で行うとした。また、プラットフォームの延長、客車留置線の延長、運転保安設備の整備も行うとした。さらに港南伊豆大気を回収し、当時13往復の旅客ダイヤを平均26往復30分間隔とする計画もあった。これらの計画は 岡山林港鉄道単独では実現不可能であり、岡山県と岡山市に資金援助を前提とした。この構想は1979年12月の岡山市議会でも取り上げられ、1980年2月13日に国鉄との話し合いが行われたが、実現には至らなかった。太平洋戦争中に暮らし機の折、現、暮れが 高南地区で工場の創業をはじめ、物資や従業員の輸送が必要になったため、特殊専用側線制度を利用して、宇野線から工場に通じる側線の付設を始めた。路線を利用していた、汽車製造岡山製作所が閉鎖されたのに伴い、同社などの沿線企業と岡山県、岡山市などが出資して、路線の運営を継承する、岡山銀行鉄道株式会社が設立された。 路線跡地の大部分が岡山市に無償状とされ、大本江南伊豆玉は遊歩道に、江南伊豆田江南福田間は市道に転用。江南福田以南は宅地などに転用されている。同線で使用された機動車は合計8両ある。開業当初はキハ、キハ3001、キハ3002の2両の機械式ディーゼル動車が使用された。その後、 他のローカル施設で走っていた車両を相次いで購入した。初期の色は小豆色とベージュ色のツートンカラーで、その後、車体す部に白帯を配したオレンジ色とベージュ色を経て、末期は車体装価に水色の帯が追加された。貨物列車検員用に2両の国鉄 DD13 同型機、入れ替え用に3両の小型ディーゼル機関車が使用された。 1970年代末には朝晩に30両程度の長編成の貨物列車を走らせていたが末期には短くなった。機関車図色の水色は輪行色と呼ばれ現在の岡山輪行でもトラックなどの図色として継承している。開業当初の車両不足を補うため大株主の一社である藤田工業、後童話工業型紙鉄道から タンク式蒸気機関車を購入した。藤田工業から借り入れ、または購入した元機動車の客車2両が在籍した。開業時の海岸線の名残で、大本駅以南で西に大きく迂回している、宇野線の短絡線として、岡山銀行鉄道を国有化して、小島湾締め切り堤防を経由する新線を付設し、四国連絡の有頭列車を通す案を国鉄などが検討していた時期があった。 小島湾締め切り堤防西側の小島湖側に鉄道敷設用の用地が残っていて、現在は水道管が通されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。